美濃市立サイトの丘小学校、中学校は大阪府美濃市の東部に位置する公立小中一貫校。愛称はサイトの丘学園。2011年4月に開校した。開校式の日の校門完成間近の頃、美濃市東部と茨城市にまたがるニュータウン、国際文化公園都市の美濃市側の一部を校区とする学校である。美濃市及び 大阪府の公立学校で2番目の施設一体型、小中一貫校である。9年間を前期、中期、後期の3期に分けた小中一貫教育を実施する。予定である。1次元あたり50分の授業を実施する。制服は5年生から着用する。先に開設されている、美濃市立とどろみ小学校、中学校同様に、中学校教員が、 担当教科の専門性を活かして、小学校で授業を実施することや、各教科での小中一貫の教材編成、学校行事など教科外活動の合同実施、学校事務の共通化などが行われている。以下は、サイトの学園独自で採用された新しい試みである。サイトの見直し川北部の住宅建設は始まったばかりであり、開校当初の2011年は、 全球学年の合計で71人の生徒でのスタートとなった。1年生は25人であったが、2年生から9年生までは、1学年あたりすべて一桁の人数となっていた。しかし開発の進展に伴い、3学期終了時には、さらに3つの学年が2桁の生徒数になった。2012年3月に新たなマンションが入居開始となったことにより、 開校2年目は9年生以外はすべて2桁の生徒数となり1年生は2クラスとなった。開校2年目の終わりには200人の大台に乗り開校3年目の2013年にはさらに新たなマンションが入居開始となったためすべての学年で2桁の人数となり全生徒数は300名を超えた。開校4年目の2014年4月には ついに全生徒数が500人の大台を突破した。これからも、サイトの開発進展とともに、生徒数は増え続け、開校5年目には、全校で約800人になると想定している。ありがとうございます。